上勉強を続く方法について解説してみたいと思います。今巷では勉強法とかカリキュラムとかルートとか効率をね謳う文句がたくさん情報として溢れていますが、長時間勉強しないと成果って上がらないと思うんです。どんだけ最強のルートがあっても勉強時間がゼロだったら全く意味がないですよね。多少悪い勉強法でも1日12時間以上勉強を継続できれば相当の結果を手に入れることができます。なので今日は1日12時間ダラダラではなく集中して勉強していく方法について徹底的に、ね、解説していきたいと思います。この動画の内容はできるだけ科学的に説明していきたいと思ってますが、僕自身の経験とそして指導経験から得た自信のある勉強法をしっかりね届けていきたいと思ってます。12時間勉強するためには実は2つの段階があるんです。これについて話していきます。まず1つ、やる気ゼロを1にするっていうことです。全くねやる気がない人はまずねやる気を少しでも持つことが大事ですよね。でもこれがすごいやっぱエネルギーがいる。何事もね始める時が一番エネルギーがかかるんです。自分の内なる声に耳を傾けてそこから自然と一歩踏み出していく。これには心理学の NLP のモデリングっていう手法がねすごく参考になると思います。モデリングっていうのは自分が望む結果や状態を手に入れている人を外的レベル、そして内的レベルに模倣してモデリング真似していくってことなんです。外的レベルっていうのはその人の行動や振る舞い、内的レベルっていうのはその人の価値観や性格、そうしたものね挙げられます。今のあんなの状況から成功した人っていうのは確実にね本とかYouTube の中でいますので、その人を見つけて、ああこの人みたいになりたいなっていう人をぜひね見つけてください。僕がね偏差値29から偏差値39のね地元の底辺高校から初めて早稲田に合格し、たくさんのね逆転合格を導いてきた経験があります。こんな僕でよければねぜひモデリングしてほしいなと個人的に思っています。俺はこの人になりたい、こういうふうにやっていこう、こういうふうに思えた時にやっとやる気がね0から1に変わるんです。そして次の段階、この段階がまた大事なんだけども、この1のやる気を野放しにねしてたらやっぱ0にまた戻っちゃう。今日頑張ろうと思っても明日ではもうやる気がなくなってるかもしれない。だからこのやっと生まれたやる気の1を100にする、つまり大きくしていくためのこのテクニック、実は7つあります。今からバンバンね紹介していこうと思います。テクニック1、実現可能なカリキュラムを手に入れるということ。これ何かっていうと、今のあなたの学力に合うところから始める。今あなたが小学生レベルだったらやっぱ小学校のレベルから始めていく、これ非常に大事です。とともにねもう一つね、志望校とか目標に合わせたところまでやる。例えばね G マーチを目指すのか早慶を目指すのか、それによってねやるべきゴールどこまでやるかが変わります。トイック700を目指すのか900目指すのか、これでも変わりますね。だからこの実現可能なカリキュラムっていうのは今のあなたのスタートライン、そしてどの志望校レベルまでやるのか、ここをしっかり固めたらこれをやるだけだっていう風に見えるので、これは実現できるボリュームであるっていうのを感じられるからすごくやる気が出るんですね。このカリキュラムについてもしねどこ見れば分かんないという人はこの YouTube の動画ぜひ見て探ってみてください。アップします。テクニック2、やる量を見える化する。実現可能なカリキュラムっていうのは今のこの時点から試験日までの長期戦略、これ大体年単位ですよね、年単位のものが出来上がります。これをできたら今度は月ごとにやるべきことに上げていく、月ごとにやるべきことが決まったら週単位に落としていく、そしてそれをまた1日単位に落としていく、こういう風にね年間でやるべきことが決まれば1日やるべき量って決まるんです。何も難しいことはないです。例えばこの動画5月に通ってますが、じゃあ5月にこんだけやんなきゃいけないってことが分かれば、それを30にして割ったら1日やるべき量って見えますよね。5月やるべき量が決まればそれを4で割ればね1週間のやるべき量が見えます。でそれを今度7で割れば1日やるべき量が見えるじゃないですか。こういう風に見える化することでなんか途方もなく高い目標だったものがこれだけやればいいんだって思えたらどうですか、やる気増えませんか、増えますよね。こういう風に見える化する、めちゃめちゃ大事です。テクニック3、勉強は1週間単位で管理する、調整する。人間ねずーっとテンション高い状態だとマジで疲れますね。曜日見てください。月火水木金土日、日曜日は休みじゃないですか。ここはね休む、つまり1週間のやるべき量を終えたら休んでいいんです。例えばね1週間でやるものを5日間でこなしたら2日は休んでいい、4日でこなしたら3日は休んでもいいんです。とにかくね1週間でやるべき量、これを決めてこれができたかできなかったで調整していくんです。どうしてもね1週間でやるべき量が終わらなかったらどうするか。僕はね日曜日の午前中はね頑張って勉強して12時以降はやっぱりもう半休休んでいいと思うんです。よく頑張った、終わらなかったけどよく頑張りました。そうやって自分をねぎらって褒めていく、そうやって自分をね上げ上げにしていくことは大事です。もちろんね例えば土曜日の夜に全てねやるべきとか終わったらもう最高の日曜日を迎えることができますね。やるべきことが終わってから俺は勝利の日曜日を味わうことができるんだ、こうやってメリット針を人生に与えていくことでやる気が本当にね大きくなっていきます。テクニック
域の4、一日のバイオリズムを考える。午前中は人間はね、左脳が活発に働くと言われていて、午後は右脳がね、より活発化するというふうに言われています。簡単に言うと、考える勉強、英語とか数学とか現代文とか、そういうものは午前中にやったりする。あるいはちょっとヘビーなね、考えなきゃいけないものは午前中にもう終わらせる。昼以降はその復習だとか他の暗記科目とか、どちらかというとそんなにこう頭をガンガン使わないような勉強をやっていく方が非常にね、効率いいし、一日の中で最初の段階でね、自分にとって重いもの、大変なものを終わらせておけば、後半は自分の得意なものだったり比較的楽にできるものを残しておけば、一日ね、すごくね、長い時間集中できる状態になるんです。ずーっと一日ね、やっぱ集中って難しいから、じゃあ午前中前半にヘビーなやつ全部片付けたろ、3、4時間で終わらせて、後の時間は長いけども僕の好きな科目だったり復習だったり楽にできるものをやっていこう。そしたらどうですか、メリハリがあるからやっぱり一日も集中力続きやすくなります。やる気が続くようになるんです。テクニックの5、コンカレントワーキング。でこれね、テクニックの6のタイムストックマネジメントと合わせて話していこうと思うんだけど、外資の3倍仕事術っていう本で有名な奥井先生の提唱された概念なんだけど、要はコンカレントっていうのは同時並行なんですね。同時並行する方がやる気って続くんです。英語をやるにしても英単語だけやるんじゃなくて英文法もやっていく、英語だけじゃなくて現代文もやっていく、数学もやっていく、こういう風に同時並行でやっていく方が、一つの科目一つの分野でやるよりもはるかにも集中力が続きやすいし、結果やる気も持続しやすいんです。さらにタイムストックマネジメントっていうのは勉強時間に対して3割の休憩時間を取るという方法なんだけど、例えばじゃあ90分勉強しました、その場合は30分ですね、60分勉強したら20分、こういう風に勉強と休憩をワンセットでタイムストックのように管理していく、これも非常に有効な方法です。この休憩の時間はスマホ、テレビ、漫画あんま良くないですね。休憩っていうのは目を休めること、脳を休めること、つまり目は閉じた方がいいです。目開いてると脳休みませんからね。だから仮眠とか目を閉じてシャワー浴びるとか音楽を聴くとか、とにかく目を休めて心も脳も休めていく、こういう休憩を取ってほしいと思います。これは本当に効果的面です。中にはね、勉強時間の3割も休憩したら勉強時間減るじゃないかっていう声もあるかもしれない。だけどだらだらと例えば120分やるよりかは90分集中して30分休憩取った方がはるかに進むページがね、多いです。これマジで効果的なんで実践してほしい。テクニックは体調管理です。勉強時間を生み出すために睡眠時間を削ろうとする受験生多すぎ、もうこれダメです。起きてる時間の集中力とかやる気とか生み出すものは睡眠なんですね。だから考えなきゃいけないのは睡眠を削るんじゃなくて起きてる時間の効率化を考えようと。それが今までテクニック1から6まで話した内容なんで、改めて原点に帰って認識してほしい。そして食事、これも非常に大事ですね。基本的には炭水化物をしっかり取っていくことは勉強することにおいて大事で、油分とか胃に来るものはね、極力あんま食べない方が僕はいいかなと、これ僕の体験なんです。まあ、結果この体を見れば分かると思うけど、やっぱり食べ過ぎたらね、体調悪いし集中力続かなくなるんですよ。今僕は去年の動画と比べてもらったら分かると思うけど25キロ痩せました。まあでもデブにとっての25キロってまあ誤差だからね。あとね、大事なのはストレスですね。もうストレスを感じたら集中力やる気はそがれるから、ストレスを発散しましょう。僕が出してるこの動画、1分間でやる気を出す勉強法っていう動画なんだけど、要は1分間めちゃめちゃハードな筋トレをやるともう死ぬっていうような運動を1分間やるだけでストレスがわーっとね解消されることが本当に多いから、これぜひねやっていって、日々のストレスは毎日ねしっかり解消していく、溜め込まない、これも非常に大事ですね。はい、1日ね12時間以上勉強する方法いかがでしたでしょうか。このチャンネルが良かったよっていう人はね、ぜひね、チャンネル登録とコメント、いいね、お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。